できた。だいたい160センチぐらいまで伸びてるかな、これ。順調です。わかるかな、この違い。ここだけ肥料を入れてみた。どれぐらい成長が変わるのか。相当成長するんだったら左側も入れようかなと思ってます。そしてゴーヤだけじゃないんです。なんとバーン、オクラ、丸長オクラ、ねりこ、これが今どん10日ぐらいかな。すごいんだよね、これ。バッと広がる。上にあんまり伸びないね。あ、でもちょっとなんか傷んでるな、葉っぱがね。やばいな、こいつやばいな。で、それだけじゃないんですよ、オクラ。ここにも地に植えてみました、これは。耕しながらね、スコップで耕しながら、ネクマンで買ってきたスコップ耕しながらですけど、こいつも葉っぱが結構傷んでいるから、ちょっと剪定しながら見てみます。で、ここらもここだけ肥料を入れてます。成長があるのも楽しみです。そうそうそう、さっきのも言ったかな、水がいたんだよ。土にね、ミミズがいるんだよ。いいニュース。ちょっと嬉しかったんだよね、ミミズ発見した時。この土捨てたもんじゃないやしやと思ってね。とりあえず親と僕らの二重生活楽しみです。次。